島田豊作は日本の陸軍軍人。施四45期。最終階級は陸軍中佐。群馬県立林市出身。機構部隊1929年、旧制立林中学校を卒業後、陸軍士官学校に入校。卒業後は見習い士官を経て、陸軍不評将尉として戦車第二連隊で戦車教育を受ける。その後、 1935年の満州事変、1939年の日中戦争に従軍。太平洋戦争初戦の南方作戦においては、戦車第6連隊機下の第4中隊長として、マレー作戦に参加。スリムリバーの戦いでは、第4中隊の戦車及び随伴の不評、公兵100人余りと共に、トロラク、スリムリバー。 スリムの陣地に対し戦史上稀な戦車による野襲を決行。全中心を1日で突破し、さらに戦車の機動力を生かした電撃戦を行い戦術の核死骸を占領するとともにイギリス軍司令部を攻撃し、スリム市街に進出したことで後方の英院軍1個師団の退路を立ち包囲、殲滅。またスリムでは鉄橋を無傷で確保した。その後、 1942年4月には、戦車第9連隊府として、満州の東康まやすに移動し、さらに1943年3月に、陸軍主管学校機構兵協官として赴任。1945年3月、戦車第18連隊長となり、そのまま終戦を迎える。戦後は、教員免許を取得して、母校、立林高校で社会科を教え、 定年まで教鞭を振るった。1988年7月11日死去。去年76。ありがとうございます。